ハイパーソニックテクノロジーデモンストレータービヒクル2012年のベルリン国際航空宇宙ーで展示された HSTDV 前方から見た HSTDV 級機口、HSTDV は無人のスクラムジェットを搭載した極超音速実験機 HSTDV 計画はインドの防衛研究開発機構によって進められる インドは極超音速で飛行する機体の開発を進める。防衛研究開発機構のハイパーソニックテクノロジーデモンストレータービヒクルはスクラムジェットで20秒間の極超音速、飛行するために固体燃料ロケットでスクラムジェットが起動する速度まで加速する。研究は同様にインドの再使用可能な打ち上げシステムの開発にも役立てられる。当面の目標は 高度 32.5km でマッハ6.5への到達である。初期の飛行試験は機体の空気力学的な特性と熱特性とスクラムジェットエンジンの性能の有効性の実証が目的。HSTDV の実物大模型がバンガロールで開催された航空ショーで展示された。近い将来には水力1300リッター BF のスクラムジェットを備えた実機の試験が 実施予定とされる。機体の設計は2004年に完了したイスラエルは、イギリスのクランフィールド大学での風洞実験等、HSTDV 計画を支援する。不明な第三国も同様に支援する。インドの主な防衛機器メーカーはロシアから国、超音速推進に関して支援を受けていると考えられる。重量1トン、全長5.6メートルの機体は製造中で、 断面は、扁平な八角形で機体の中央部に、こ翼があり3.7メートルにわたり、内部にスクラムジェットを収めた、長方形のダクトを備える。スクラムジェットエンジンは、機体中央部にあり、機体後部に排気ノズルがある。エンジンの開発も同様に進められる。拡散ノズルは燃焼機の後部で25度の角度で、広がる。機体の下部の表面と、ビブチタン合金製で、 アルミニウム合金は上部に限られる。二重壁のエンジンの内部の表面はニオブ合金製でできている。機体に使用される素材は入手が困難なものも含まれるので内部で開発された。これにより目標とする20秒間の試験の中で初期の3秒間の試験に成功した。縮尺1、16の模型がイスラエルエアロスペースインダストリーによる運転で、 国超音速風洞が実施された。断熱された吸気口がインドのバンガロールの国立航空宇宙研究所の風洞で1000音速域の試験が実施された。研究所でのスクラムジェットエンジンの試験は20秒のための2倍試験された。合計5から6回の試験が飛行試験前に必要である。試験飛行は2010年末に予定される。 2011年12月時点で科学者たちは空気力学、空気熱力学、エンジンと高温構造体に関する技術をもたらした。2016年初頭、機体は2016年12月に試験が予定されていると発表された2019年初頭、機体は試験を通過して同年に離陸が期待される。ありがとうございます。